はい、ってことで始まりました、クワッカワラビーくんの日常です。ギャ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 。はい、ってことで僕の名前はワラピーです。今回の企画はこちら、ワラピーに10の質問をしてみた。はい、初めて見る人のための自己紹介と、で前から見たことある人でも今回リニューアルしてこんな姿になったので、今回はこの10個の質問に答えてこのチャンネルことをいっぱい知ってもらおうという企画です。で今までの姿もまあここら辺出てるかな、まあ今後出てくることあるけど、まあ、基本的にはこの可愛い姿で進めていきます。それでは1問目お願いします。まあ、今までと変わらず大好きなカプセルトイを僕が紹介していきます。ガチャガチャ。僕はオーストラリアの南西部のごく限られた地域のみに存在している別名、世界一幸せな動物と呼ばれているクワッカワラビーのワラピーです。それはこのつぶらな瞳やこのキュッと上がった口角など、まるで笑ってるような表情に見えるためにそう呼ばれています。輸入。ガチャガチャが好きで、より知りたくて、まあ、独学で勉強しました。 You can。それはもちろんガチャガチャを回すことです。ガチャガチャ。え、まあまあまあギャグというか、まあお決まりの挨拶です。ガチャ。それは実は子供の頃家が貧乏で、まああまり裕福じゃなかったので、まあ今自分で買えるようになって、まあ昔よりクオリティが上がって面白いガチャガチャがたくさん増えたから、まあ、同じようにあまり裕福でない子供たちに少しでも世界一幸せな気持ちになれたらなーって。え？9問目？何が？え？え？電気消えた。え？カプセルに入ったおもちゃ。あざした。はい、というわけで最後まで見ていただきありがとうございました。今後はカプセルトイの紹介をしていきます。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ガチャガチャ。え？2回目にしてスタンプ発売。あわわわわわ。